それじゃあルールはさっき話した通り、一人四射で交互に引いていこう。引き分けになった時は、本当は勝負が決まるまでやるけど、遅くなると良くないし、そこで終わりにしようか。ええ、わかったわ。お互い頑張りましょう。結局、朝比奈さんに何があったのか、何もなかったのかは、わからないまま。朝比奈さんの力になることは、できなそうね。でも、今は、それでもいいわ。いつか、朝比奈さんに助けが必要なとき、手を差し伸べることができれば。だから今は、力をつけましょう。どんなときも誰かを支えられるような力を、折れない心を身につけるの。きっとそういったものを得るために、これは、弓道はある。それじゃあ日の森さん、始めようか。ええ、先行は私だね。さすが朝比奈さんね。簡単に当ててしまったわ。本当にすごいわ。迷いなんてまるで見えない、ゆったりとした力みのない作法で、私とは全然違う。私はずっとどうしても右肘や手首に力が入ってしまって、うまく引くことができなかった。それが頑張ろうとすれば頑張ろうとするほど、うまくいかなくなる自分によく似ていたわね。でも今は、私も少しは近づけているかしら。日の森さん、すごく落ち着いてるな。これなら今日は引き分けで終わりそう。あら、今の音。ごめん、カバンここに置いてたのにマナーモードにするのを忘れちゃってたみたい。試合の途中だけど、一度的前から出るね。あ、ええ、わかったわ。お母さんから。普通のメッセージだけど、どうしてこんなに。朝比奈さん、もしかして緊急の連絡？だったらもう。あ、ううん、大丈夫だよ。あと3射で終わるし。やるね。うん。どうしたのかしら？朝比奈さん、急に雰囲気が。朝比奈さんが外した。どうしたのかしら。少しぐらい集中が切れたとしても、いつもの朝比奈さんなら持ち直せるのに。日の森さんの番だよ。あ、ええ、落ち着いて。
心が騒がしいままじゃ矢は当たらないわ。息をして、まっさらな状態で弓を引くことだけを考えて。ギリギリだけれど当たったわ。よかった。弓道って本当に心を映す鏡のようね。あとは朝比奈さんの番だけれど。朝比奈さん、力が入ってるわ。肩も肘もまるで急に凍えてしまったみたい。どうして急にこうなってしまったのかしら。さっきメッセージを見てから。一度試合を止めた方がいいのかしら。でも、ダメ。さっき決めたでしょ。朝比奈さんが本当に苦しくなる時が来たら、その時力になろうって。なら、私にできることは。呼吸をして、朝比奈さん。え？何が朝比奈さんの心を乱してるのか私にはわからないわ。でもきっと朝比奈さんなら揺らいでも自分の心を整えることができる。だから今はただこの一射だけを考えて。日の森さん、きっとできるわ。頑張って朝比奈さん。ないよ。頑張って。